豊原駅は、かつて、カラフト豊原市に存在した、鉄道省カラフト東線の駅である。現在は、ロシア鉄道局と鉄道支社サハリン地域部の、ユジノサハリンスク駅である。現状に関しては、サハリン州及び、サハリンの鉄道の項目も、参照のこと。1906年に、コルサコフから付設された、軍用軽便鉄道の終着駅。 ウラジミロフカ駅を前進とする。翌1907年のカラフト町鉄道移管後、一般運輸を開始。1911年7月には、豊原小沼間延伸開業により、中間駅となり、1925年には、豊橋新線豊原鈴屋間開業に伴い、文岐駅となった。1943年4月に、鉄道省に編入され、 同省カラフト鉄道局の所在駅となった。戦後の1946年2月、豊原に設置されたソ連運輸通信省、南サハリン鉄道局に編入され、同年6月に豊原がユジノサハリンスクに改称されたことに伴い、駅名をユジノサハリンスクに改称した。現在もサハリン島内最大の鉄道拠点駅で、課客駅である。 現役本屋は1980年代に建設されたもので2013年に大規模な改修工事が行われた。校内側線は急線で2面のホームを持ち、校内にはユジノサハリンスク機関区が設置されている。貨物は重量30トンまでの発送、受け取りを取り扱っており、旅客はコルサコフ、ノグリキ、ホルムスク方面及び旧。 豊か魔線のノボデレベンスカヤ方面の長距離及び近郊列車が発着。駅本屋では発見業務も行っている。改築前の駅舎、2003年日本鉄道旅行地図町、三つルスカラフト P65 日本鉄道旅行地図町、三つルスカラフト P35 南カラフト、概要、地名会、史実 P60。ありがとうございます。